女優イハニ、交際中だった一般人男性と結婚、本日ソウル市内で婚姻誓約式を行う。ジェニー、シャネルが来年1月公開予定の新たなココクラッシュキャンペーンのモデルに。エンハイプン、新曲オールウェイズが1月期の日本テレビ水曜ドラマ無茶ぶり。私が社長になるなんての主題歌。2022年1月12日、放送開始。イソジン主演の新ドラマ内科パク院長の夫婦ポスターが話題に。インソン、チャンヒョンスン、ピョリンラ、ウォッチや音楽バラエティダブルトラブルのオンライン制作発表会に出席。BTS、防弾少年団、画報公開。ボーグコリア&GQコリアの2022年1月号で表紙飾る。JTBC ドラマスノードロップ側、騒動に対し立場明かす。ドラマは権力者に利用されて犠牲になった彼らの個人的な序言を見せる創作もの。男女主人公が民主化運動に参加したり導く設定は台本に存在しない。歴史歪曲や民主化運動蔑視への心配は今後の展開で解消されるだろう。見守ってほしい。